沖縄らしい SDGs を研究するウマーチラボから暮らしに役立つ県の取り組みをお届けします。今週は17番、世界中のウチナアンチョが心を通わせ未来へつなぐ取り組みじゃ。10月30日から11月3日までの5日間、第7回世界のウチナアンチョ大会が開催されます。沖縄は日本有数の移民県として知られ、戦前戦後を通じて多くの県民が海外へ渡ったんじゃ。100年以上に及ぶ移民の歴史の中で、多くの県警人は移住先で数々の困難に遭遇しながらも懸命に努力し、互いに支え合って乗り越えてきたんじゃ。そして現在、世界各地でおよそ42万人の県警人が沖縄の伝統文化を受け継ぎながら、それぞれの地域社会の一員として生活しているんじゃ。そうした世界中のウチナアンチョが5年に一度ルーツの沖縄に集い、心を通わせ絆を深め合うイベントが世界のウチナアンチョ大会です。前回の第6回大会には海外29の国と地域から7353人、国内から603人が参加し、過去最大の規模になったのじゃ。こちらはグランドフィナーレの模様ですが、県出身アーティストのライブなどを楽しみながら、参加者全員でウチナーアイデンティティを共有する感動的な時間となりました。そして第7回世界のウチナアンチョ大会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあって1年延期となりましたが、本土復帰50年の節目となる今年、沖縄セルラースタジアム那覇をメイン会場に開催します。またコロナ禍の影響などで沖縄に来られないウチナアンチョも一緒に楽しめるよう、リアルとオンラインを組み合わせたハイブリッド形式での開催となるんじゃ。それでは期間中の見どころをご紹介します。10月30日国際通りでは前夜祭パレードが行われます。海外のウチナアンチョが世界各地の民族衣装を身にまとい、一斉にパレードする光景は圧巻です。31日に開会式が盛大に行われると、開催期間中は県内の各会場でさまざまな催しが予定されています。そして最終日の11月3日は閉会式とグランドフィナーレが行われ、沖縄にゆかりのあるアーティストのステージを楽しみながら、世界中のウチナアンチョが心を一つにする瞬間となります。もう今から楽しみでちむどんどんするな。最後にこちらの皆さんからメッセージじゃ。お願いします。ウチナアンチョ大会が準備加速です。なんと開催まで約1ヶ月となりました。開催日は10月30日から11月3日です。詳細は大会ホームページや Facebook、Instagram、Twitter で公開しているので、ぜひぜひチェックしてみてください。県民みんなで世界中のウチナアンチョを歓迎しましょう。皆様のご参加をお待ちしております。ウナンチュアニバーサリー、9月22日はシークワサーの日です。シークワサーを含めた柑橘類のことをシマクトゥバでクニブと呼んでいることからこの日になったんじゃ。知っておったかな。続いて県からのお知らせです。沖縄県国際交流人材育成財団では、令和4年度の貸与小学生を追加募集しています。詳しくはご覧のところまで。9月24日から30日は結核予防週間です。咳や微熱、だるさが2週間以上続くときは結核を疑い、医療機関を受診しましょう。詳しくはご覧のところまで。9月から11月はハブ交渉防止運動月間です。敷地内の草刈りなどを行い、ハブが生息侵入しにくい環境を整えましょう。詳しくはご覧のところまで。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせじゃ。今月はこちらの商品を抽選でプレゼント。みんなのご応募待ってるぞよ。番組の感想などツイッターのハッシュタグウマンチュ広場でぜひつぶやいてくださいね。それではまたやーさい。